海洋中等教育学校は、愛知県蒲郡市海洋町3丁目にある私立中等教育学校、全寮制の男子中等教育学校である。東海旅客鉄道、中部電力などの中部地方の有力企業や、トヨタ自動車などの日本有数の大企業が中心となり設立され、2006年4月に開校した。敷地は蒲郡市のラグーナテンボスに隣接している。 理事長は、東海旅客鉄道の取締役名誉会長である、笠井隆之。校長は、東京大学名誉教授の伊豆山武雄から2009年4月に、東京大学名誉教授の中島直生へ引き継がれた。2021年4月に、西村秀明が校長に就任。本校はイギリスに所在するイートン校をモデルにしており、寮のことをハウス、いわゆる寮館のことを、 ハウスマスターと呼ぶなど、共通している事項が多数存在する。愛知県内に所在し、寮を有する私立学校ではあるものの、愛知県資学協会及び、全国私立寮制学校協議会には参加していない。国際科学技術コンテスト等で多くの実績を持つ。日本数学オリンピック、科学グランプリ、日本情報オリンピック、日本生物学オリンピック、 日本地学オリンピック、地理オリンピック、科学の甲子園及び、キャリア甲子園等で活躍。科学の甲子園全国大会上連行、第5回大会から4年連続出場し、第5回及び第8回大会で総合優勝。同校2回優勝及びジュニアの同時優勝は、史上初の開挙。キャリア甲子園は2016年度と2018年度で優勝。 将来の日本を牽引する、明るく希望に満ちた人材の育成高決で明瞭、活発な人材の育成基礎学力の徹底した、習得健全な身体、強靭な意志の寛容学問の楽しさを知る、教養豊かな人材の育成日本の伝統、文化に立脚し、国際社会で活躍できる人材の育成。ありがとうございます。